本当にありがとうございますね。ありがとうございます。心配されてるのは多分大麻のことだと思うんですけど、本当日本ではね一切やんないから、本当にそんなバカバカ吸ってるわけじゃないけど、なんかしん、まあ、自分のことをすごく信用してくれてる人はちょっと大げさに、小山慶吾はマリファナすごいアメリカとかオランダでは吸ってたけど、やっぱりね日本で吸わない、それは本人も言ってたし、やっぱねそこがね偉いと思う。小山慶吾の何が偉い、あ、ちさんありがとうございます。何が偉いかって言ったら、本人は言った通りやっぱり吸ってない、日本ではね。そこはもう当たり前、本人も言ってるけど当たり前だってね。そんな俺は精神的に弱くないし、別に中毒じゃない。ただ別にタバコと THC 大麻だったら大麻の方が、まあ、煙は美味しいよという感じで、別に効能もそんな、まあ、ちょっと違うけど別にそんな変わんないみたいな。タバコと大麻はそんな変わんない。